角膜剥離は、目の角膜の表面がすれてできる傷である。症状は痛み、発石、光過敏、目に異物が刺さっているような感覚などである。ほとんどの人は3日以内に感知する。多くの場合、コンタクトレンズや爪による軽度の外傷である。職場での発生率は、約25%である。診断には、蛍光色素的用ゴスリットランプを使う検査が多い。 より重症な場合は、角膜潰瘍、眼球破壊、再発性角膜上皮ビラン、眼中の異物によるものがあり、角膜剥離とは異なる。予防は、目のプロテクターを着用することである。一般的に治療には、抗生物質軟膏が使われる。コンタクトレンズを使用している人は、キノロン抗生物質が勧められる。アセトアミノフィン、ヒステロイド抗生炎症薬。 眼筋麻痺用の目薬のシクロペントラートなどで痛みを和らげることができる。軽度の傷の場合、眼体の有効性の根拠はない。米国では約1000人に3人あたりに見られる。女性よりも男性に見られる率が高い。一般的に20代、30代によく見られる。合併症には細菌による角膜炎、角膜海洋、ブドウ膜炎などである。 合併症の発生率は高くて8%である。ありがとうございます。